鈴木智弘は、日本の社会起業家。京都府木津川市出身。京田辺市在住。有限会社ベルートクリエイツ代表取締役。京都本社、東京スカイツリータウン空町店、市谷事務所。2000年、ベルートコンテンツ創業。2004年関西 IT100 選優秀企業賞、受賞。総務省 IT 活用企業100選に認定。 2005年戦国魂プロジェクト設立。2007年渦政戦国祭りをプロデュース。2009年東京都渋谷区に戦国魂、大館山天正記を開店。2010年東京江戸博物館にて戦国魂ライブを実施。2010年戦国魂、大館山天正記の移転決定。戦国バサラさんを歴史監修。 2011年東京江戸博物館にて、戦国魂ライブを実施。2012年戦国魂、東京空町展奨期を開店。2013年歴史アワード、長浜大会プロデューサー。2014年ネクスコ西日本、戦国武将、スタンプラリー企画。2014年大阪の神400年、天皇寺真田雪村博、企画2014年浜松歴史絵巻。 七夕夏祭りプロデュース。2014年大阪の神400年、大阪の神活戦祭りプロデュース。2015年戦国武将ウィークイン、東京空町、郷、北条プロデュース。2015年戦国武将ウィークイン、東京空町、三日月に願う夢戦国の麒麟寺、山中鹿之助プロデュース。 2015年大阪の神400年、大阪の神合戦祭り2015プロデュース。2016年、上田沙奈田三代十勇気プロデュース。全6回2016年大山崎殿下、鳥リ決祭りプロデュース2016年、大丸沙奈田幸村名宝店プロデュース2016年、マテツ山聖店マイバラ会場、マイバラード三つなり愛すべき。 正義感密なり展プロデュース2016年、戦国武将、ウィーククスイン、東京空町、号、北条2016年 NHK 大画ドラマ、真田丸大阪城パブリックビューイング企画展、運営2017年墨絵市を歌とプロデュース2017年から、お城エキスポエンタメステージプロデュース2018年、北条総運行検証500年プロデュース。ありがとうございます。